子どもたち今日は木材を使ってベンチを作る授業です。教えているのはプロの大工さんたちです。三条市の朝日小学校で行われたのは三条市建築組合の出前授業。業界の人手不足が課題となる中、若い世代に建築の仕事を身近に感じてもらおうと実施され、3、4年生が職人の指導を受けながら校庭で使うベンチ作りに挑戦しました。ここが1センチ、2センチ、2センチ、5ミリ。算数の勉強みたい。そうそう。建築って算数をいっぱい使うんで。正確な計測の大切さを学んだ後は、切りで板に穴を開ける作業に挑戦。思うようにいかず苦労していると、よーい、ちょっと ほら、早い。プロの技に圧倒されます。釘打ちも最初は曲がってしまいましたが、職人の丁寧な説明を受けコツをつかんでいく児童。次第にまっすぐ打てるようになり、その表情は真剣そのものに。そして作業開始から2時間、手作りのベンチが完成しました。早速座り心地を確かめ。100点。100点の椅子ができた。1億。1億点の椅子ができた。教えてもらったらだんだんできるようになってきた。自作のベンチの出来に大満足の様子。指導に当たった職人の思いも届いたようです。釘打つの大変だったけど、なんか最後のらへんからちょっと楽しいなって思う。プロ野球選手と大工の仕事2つをやってみたいなって思いました。大変さ、でもそこから作り上げた時の達成感、ものづくりでの魅力を伝えることで来てほしいなっていうのは常々思っています。三条市建築組合は今後も担い手育成のイベントを企画したいとしています。